こんにちは、手作り倉庫です。このマスクの紐の結び方ですけれども、間違えるとちょっと悲惨な状況になってしまいますから、今回そのことをお知らせします。まずね、これ違いが分かりますか？これこう結んだ先がこう同じ、こちらと同じになってますよね。で、こちらはこういうふうにこう十文字になってますよね。これもそうですね。こちらもそうです。で、こちらも十文字。で、これがですね、こちらが一応まあ正しいっていうか、こういうふうに結ばないと後々困るよということなんですけども、これもそうなんですけど、これね、こちらで結んだものは、こうして、こうどっちでもいいんですよ。こっち引っ張ってもこっち引っ張ってもいいんですけど、こうして、キュッとこうすると、こういうのになるんですよ。引っ張るとこうして、この今引っ張ったものがまっすぐになって、これが引っかかってるだけになります。それで簡単にこれ抜けます。ですから縛り直しが簡単にできるんです。で、間違えたな、ちょっと短いな、長いなという時に、こちらの結び方をしておけば調整が効きますね。こちらもね、このこちらの長い布と短い結んだ布の先が同じ方に行ってる場合は、こうしてこうキュッとこうすれば、今引っ張ったのをこうして抜けば簡単に抜けます。ですから短い長いの調整が簡単にできるんですね。ところがこちらの結び方をしてしまって、こうして固く結びしちゃったりしてしまうと、これがね、もうなかなかっていうかね、ゴムの場合はまずほぼもう切らないとダメなぐらい、これ針で何かこうすれば、針でこうなんとかこう針でねやれなくはないですけど、もうゴムの場合、特にこう滑りの悪いものは特にこれダメなんですよ。取れない、ほとんど取れない。だからここ切ってしまわなきゃいけないと、もう少し長くしたい場合はもうこれ使えなくなっちゃうんです、このゴムがね。で、こちらのこれ、エアリズムの、マスクゴムにしたものなんですけど、これもね、これまあね、この結び方ですとね、簡単に抜けるんで、ほら。抜けやすい。で、こういう細いゴムを、この縦結びって言うんですけど、こちらの結び方でしてしまうと、そうすると、こうしてもうなんか取れる。にくい。そしてちょっとこう太めのものだと、これでもまあ結べないことないんですけど、こうしてね、結べないことないんですけど取れやすい。これ風呂敷なんかもこちらでやっとくと、やって持ってるとどん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 これが抜けてきちゃうんで、こういうふうにね。これ都合悪いんですよ。ですからマスクの紐を結ぶときは、先ほどやってあった、こうしてマスクのこの紐と紐が同じ平行の位置にこうなってる、向いてる。こういうふうに結ばないと都合が悪いですよという話なんですね。ダイソーかセリアの T シャツやん。多分ダイソーです。これマスクゴムにね、利用する方多いんですよ。この T シャツやんでもってね、柔らかい伸びるものもありますから、それなんかマスクゴムになりますね。で、これでやってみますね。まず結び方はどんな結び方でもいいんです。だからこれがこちら、右が上になる人もいますよね。右が左が上になる人もいますよね。どちらでもいいです。どちらの結び方でもいいです。それぞれ皆さんの、全部やってみますね。右がまず上になる人、右を上にして左の上にしたものをこうしてくるっとする人、この上になってる、これ上になってますよね。上、これ下、上下、上になってるものが上、下になってるものが下、そしてどちらでもいいです。これを通してもいいし、こちらを通してもいいです。こちらを上にからこうして持ってきてもいい。どちらでもいいです。どちらをしてもいいんです。ただしこれぐるっとした時に
確かめることがあります。この和、和のこのこれとこれが短いのと長いの同じところに通ってるかどうか、これこれね、これ上通ってるでしょ、この和の上2本とも、こちらは和の下2本とも、これでいいんです。これを確かめないとダメです。これが例えば間違ってる方は縦結びっていうんですけど、これはこうして結ぶと間違っちゃうんですよ。これこれ和のこっちが上通って向こう側は下通ってでしょ、これ必ず縦結びになります。こういうふうにこれがダメなんです。これ右上にして、右が上の人ですよね。今度はこの右側をかける人、右側をかけても同じことです。これ下になってますよね、紐の下、手前から見てね、これ紐の上、そしたら上のを輪にしたら乗せて、ここ通すのは上の輪を通しても下の輪を通してもどっちでもいいんです。こうしてだけど、確かめるのは、絶対確かめるのは同じところが出てるかということ。こっちこれね、輪の上を通ってしょ、2本ともが、これはあの下通ってますよね、2本とも。これで間違いなく結べるんです。こうしてこれで大丈夫です。そしてどんなにきつく結んでもいい。でこちらを引っ張っても抜けてこない。そしてもし変えたい場合は、あの細いゴムでも一緒ですよ。こうして引っ張ります。そうするとこれがまっすぐになるんです。どちらでもいい。そしたらこれを抜きます。でほどける。これさっきもやったのもう一回やりますね。こちら側をやってみますよ。今度ねこうして結びましたね。でこう使ってたらこうギュッと結んでた。あちょっと緩くなってきたなとか、きつくしたいなとか一緒のこと言ってね。でこちらでもいい、どちらでもいいです。こっちでもどっちでもいいです。これをこうして引っ張る。そうするとこれがまっすぐなります。この糸がこうなります。そしたらこれを抜く。そしたらこれでまた縛り直しができる。試しに縛ってみても一緒ですね。縦結びにしてしまうともう本当にゴムの場合は取れにくい。次に今右を上にしましたよね。今度左を上にする人、これも一緒です。どんなやり方してもいいです。左を上にして、この上にしたのをくるっとかける人、くるっとかける人も紐の上にある方を輪にする。そうしたら下にある方をかけるんだけども、ここの輪の中に同じところに出てるかどうか、これがこれとこれが、これとこれが同じところ、これが大事です。こう。今度さ、もう一回やりますね。左側を上にしました。今度、このこれをかけたい人、ここをかけました。そしたら、やはり上になってる方はこれですよね。上になってる方を輪にします。そしてそこにこの下になってる方をかけます。でこの時にかけた時に出てきた紐が同じところに出てるかな、こっち一緒のところに出てるかな、これが大事です。こうこれ一遍縦結びしてみますね。縦結びがね、なかなかね、私はね、できないんですよ。縦結びしようと思うとね、ちょっとね、考えないといけないんですけど、これで縦結びだ、これでね。
これ逆でやったでしょ、これほら、こっちこっちの紐はこの輪の下から出てて、こっちの紐は輪の上から出て、これも絶対縦結びです。これは一緒の方を通らないとダメです。さっきやったようにね、これで結んでみますね。これマスクゴムをこれで結んだとしますね。そしてもうギュッと結んでしまいました。そうすると今度これはね、取るのが大変なんですよ。これまだ太いですからいいですけど、それにしてもね、取れにくいというかね、これ滑らないものですからですよ。これもし滑るものだと、もうスッと取れちゃいます。これスルッて。つけてるうちにもうどん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 取れてきます。だからこの結び方ではマスクのゴムは悪い、ダメだよということの今日は説明でした。今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。またねー。